はい、すみません。謎のなんかですね。何頼んだんだっけな。わあ、ちょっと覚えてる。本当忘れちゃった。でね、ここね、ちょっとね、住所とかね、いろいろあったので隠しました。はい。ちょっと中見てみよう。何頼んだっけな。しかも開かない。はい、お待たせしました。開きました。これね、もうね、開けるのこういうの大変だよね。もう本当僕大変。じゃあ行きまーす。3、2、1、オープン。じゃらりらりん。なんだこれ。お？あ、カレンダー。あ、そうだ、カレンダーだ。2016年のカレンダーですね。ほら、ここにもちょっとピンクがかってるのが入ってる。なんかプレゼント、お届け案内。日頃から任天堂製品をご利用いただき誠にありがとうございますじゃないの。ね、そんなような感じの紙が入ってました。あとはカレンダー。マリオでーす。16年、2016って書いてあるね。うん、ちょっと開けてみようか。卓上カレンダーですね。あ、だからだ、9月の末、月末の方に来たから何かなと思って、忘れた頃にね、あのケースの方がちょっと早かったって言ったじゃないですか。何かなと思ってたら、これ頼んだんだっけみたいなね。なんか、来年の2016年の全部が1月から12月まで載ってる、このちっこいやつと、でね、あとこれちょっと中見ていこうか。カレンダー何が入ってるかね。まあそれは考えよう。後でいきます。まずマリオからめくると、じゃら、あ、こんな感じなんだね。これもなんか2016年の全部1月から12月までのこれがあれと入ってるのと、マリオですね。まあ、最初これパッパッといっちゃおうか。マリオ、ルイージ、2月、3月、ヨッシー、4月、マリオ、ピーチ、キノピオ、あとはクッパ、クッパファミリー、クッパファミリー？わかんない。クッパの仲間、あとキノピオファミリー、ドンキーコング、なんだっけこれ。8月が月相だっけ、これ月相で、9月がこれクリボーとか、まあいろいろね、いるジュゲムとかいるでしょ。これが10月がクッパー、11月これ何、ピーチ姫と、なんだっけこのキャラクター、あれだよね、あのマリオカートとかにも出てきたよね。なんだっけ、わからない。ロザなんとかだっけ、忘れちゃった。あと12月がマリオですね。はい、戻りました。で、ね、今度12月から行っちゃうんだけど、12月からするとクリスマスの絵柄、雪の綺麗な絵柄ね、ピーチとね、あれのね、クッパの普通のシンプル、裏はこんな感じですね。9月月相、ドンキーコン、マリオのアイテムですね。キノコとかスタート。よし。2月がマリオ。で、1月がマリオカラー。で、さっき見せたこれですね。はい、これで全部です。はい、ということでですね、今日はね、クラブニンテンドーでね、あの頼んどいたものが届いて、ちょっとね、中を開けてみました。こっちはね、分かってたね。こっちは何か分かんなかったのでね、開けながらね、ちょっと動画を撮ってみました。こちらね、16年のカレンダー、こちらケースですね。が来たので、まあこっちはね、ちょっとね、後々ゲームのソフトをね、バーってあるやつを入れておけばね、これで持ち歩けばいいかなと思って選びました。ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。シャバダバイバーイ、マリオー。